屋の店員の晩飯そんなんでしたっけあ、これコロコロ変わるんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今回このパターンで、はい、長澤和樹くん、はい、服屋の店員の晩飯に付き合ってもらおうよ。よろしくお願いします。何食う？いやー、前回ラーメン食べたいなって言ってたんで、あー、ラーメン食べたいなってなってるんですけど、はい、いいけど、じゃあどこがラーメン？なるべくこの道沿いがいいよ。やばい、後ろから煽られてる。やばい。煽るなよ。どうせ変わんないんだからさ、信号で止まったらさ、1秒で人生変わるからね。いや本当に。ふとした1秒。ゆっくり行こう。スロードライビング。で、ラーメン。ラーメン。いやラーメンだ。知ってるところないですか？ラーメン屋？はい、あるよ。もしかしてあるけど、はい、通り過ぎたし、はい、どうしようかな。ラーメンか。なんでラーメンなの？まず、いや最近ラーメン食べてなくて。最近っていつ最後に食べたの？最後に食べたのは多分よく行くダイモンってところがあるんですけど、そこですね。今年入って1月半ばくらいで食べましたね、そこは。あ、だったら俺3ヶ月前だわ。うわ、俺の勝ち。あ、勝ち負けあったんだこれラーメンね、ラーメンうまいよな。しかも今日寒いじゃないですか。なんか寒くないですか？寒いけどな、もっと寒くなればいいのにな。え、もっと凍えるほど寒くなればいいのに。自分の実家、あの茨城、めちゃめちゃ今雪降ってるらしいです。あ、そう。はい、積もってるぐらい。え、道路積もってる。へえ。ストーリーで見ました、誰か。マジで降るところは降らないでほしいって思うだろう。いろいろ制限されるじゃん。ですね。あの高速とかでさ、全然進まないとかさ。あります、ね、あれやばいよな。だってだよ、平気でなんか6時間8時間とかさ車の中にいるじゃん。うん、まずガソリン持たないでしょ、はいはい、で今一番危ないと俺の中で思うのは、積もってマフラー塞いで、あー、その煙が車内に入って一酸化炭素中毒になるってやつ。それは結構ありますね、あっちで。聞くんだ、はい、あのパーキング、あの高速とかで。高速である？高速とかが結構厳しくて。へえ。例えばあの、まあ、自分が経験したのは、うん、スノボ行くときに、うん、まあ、まあ夜出るパターンがあるんですよ。下道でちょっと行こうかみたいな。100キロくらいあるんで、片道、うん、で疲れてパーキング寄って、うん、あの仮眠、はい、取るときに、うん、気をつけないといけないって言われたのは、あ、それ、はい、積もっちゃうから。積もっちゃってマフラーさっき言ったように塞がっちゃって、一酸化炭素中毒で。沖縄にいたらそんなことあるんだなんだけど、雪降るところだったらよくあることなの？そうですね、仮眠とかするときは本当気をつけないとやばいですね。へ、まあ、ガソリンもなくなってるじゃん。はいはいはい、そういう、まあ、渋滞でさ、はいはいはい、したらさエンジン切ろうとするじゃん、ちょっとでも持たすために。はい、そしたら寒いじゃん。寒い、もうやばいよねだから今日とかさ、東京高速通行止めにしてたけど、早い段階で、そういうことなのかなって思って。そうなんだ、大変だな。もう絶対大変。でも
やっぱさ寒くならないと。あなたはさアイス屋さんだからさ暑くなる方がいいよね。まあそうっすね。うちは服屋なんでちゃんと季節に、確かに季節に対応してほしいんですよ。暑かったら暑くていい、寒かったら寒くなってほしい。ただあの店たまにめちゃめちゃ寒い時ありません？あの店でうち沖縄店だからわざとよね。わざとだから暑いって言って入ってきた人に、はい、寒いっすよって言って、ちょっとでも冬物を着なきゃなって思うような感じにしてる、はいはいはい、あと俺がねあのもわってしたの嫌なの。あジメジメした感じですか？ジメジメじゃない、あのほら経験したと思うけど寒い中帰るじゃん、実家に帰った時に、はい、ストーブとかエアコンしてたら部屋の中もわってしてるし、あ、はいはい、俺あれ嫌いで。あなんかわかるかもしれない、なんかあだからあの暖房とか嫌なんだよ。あじゃあ暖房かけないですか？かけない、もうめちゃくちゃ着る。めちゃくちゃ着る。最近だとめっちゃ寒かった時にあのボアのリバーシブルジャケットとか着て寝てる。あの T シャツ着てヒートテック着てスウェット着てフォアのジャケット着て、めっちゃ着る。で毛布かけて布団。意外と寒がりなんすか？寒がりってわけじゃないけど、ほら結局あれじゃん、免疫力じゃん。あったかくしてる方がいいって言うじゃん。はいはいはい、はい、だからその体調崩さないように汗かくぐらいにしてた方がいいのかなっていうことで、あの夏でもちょっと暑いぐらいでわざとして寝てる。わざと、わざとじゃなかったらほら喉も乾燥するし、あ、まあ、確かに体調悪くなったらいろんな方に迷惑かけるでしょ。はいはいはい、だからそういうことも知ってるんですよ。確かにそよさんあんまりなんか風邪ひいたとか聞かないっすよね。あのねもうねほんとね引いてるんだよ。え？引いてるけど引いてると言えない。なんかじゃあ悩み相談みたいになるけどなんか頼れないよね俺っち。俺っち頼れない。どういうことですか？俺っち頼れないのよ。なんか例えば一人暮らしでさ風邪ひいたりして冷蔵庫の中身なかったとかあるじゃん。あ、はい、そしたらさごめん買ってきてとかやったことあるでしょ？あります、あります。俺それ言えないのよ。だからさ自分で買いに行くんだけど、もう死ぬ思いで買うんだけど、めっちゃ大変。めっちゃ大変だよ。生きづらい世の中やで。ちょっと頼ってもいいんじゃないですか？だから その時に言うんだよ。あなたいやそんな言ってくださいよってもう一回やるよ。なるほど。だから俺さ、はいはい、この前、はい、この前っていうか結構前だけど風邪ひいてさ冷蔵庫の中身はなくて、え、頼る人もいないからさ、はい、まあいるけど言えないからさ、自分で買いに行くんだよ。めちゃくちゃ厚着して行ってもさ普通に健康な状態で行ったら寒くないのにちょっとでも寒く感じちゃうの、スーパーの中って。あ、死ぬ思いで買ったりするんだよね。いやでもそんな時はじゃあもういつでも LINE くれれば買ってきますよ。頼れる人がここにいるじゃないですか。ありがとうまあ嘘でも嬉しいよ。任せてください。でもな俺が言わしちゃったからなじゃあさあれじゃん、今度こうもしそうなってきて、あのさこの前さ言ったよね、動画この今の動画見た見て言ったよね言うかも。ちょっと厳しいですって言われたら、え言ったじゃんあれ嘘だったの。でもなんかメンヘラ発動する。いやでもいっぱいいると思うよ世の中には。普通に言える人もいれば言えない人もいると思う。まあそうっすよね。難しいよな、言わないとわからないじゃん
だから別に言われたらさ、まあ、全然いいよっていう人もいるかもしれないけど、なんか迷惑かけちゃ嫌だなとか思うタイプ。それは確かに。なので俺はね、ちなみになんですけど、本題へ戻るんですが。何ですか？ご飯どうします？ご飯ね、ご飯どうしましょう。じゃあとりあえず探してから行こうか。探してから。はい、わかりました。食べ放題、もやし、豚丼のもやしってうまくないですか？そう、めっちゃうまいですよ。ありがとうございます。おかわりはもう自分でしてね。あ、はい。ニンニクもある。これユウがくれるんですかね。いきなり食べるスタイル、何もない。いや、食べ終わるの早い。ラーメン待とうかな。食べてね。男味。いただきます。はい、どうぞ。めっちゃ細麺だ。うまそう。福岡みたいですね、細麺って。ああ、そうだ、うまっ。いやいや、え、うまっ。ああ、ほんとだ、福岡や。ごまもあるし。うん、うまい。いただきます。うめ、とんどう。うめ、マジで。前回も言ってたんですけど、何なんですか？松浦屋のイエーイめっちゃホリデー。全然わかんない。違うかな。一応松浦屋さんの曲。松浦屋さん、沖縄のお店ですか？松浦あや。松浦あや。え、知らんの？何ですか？歌手ですよね。歌手。マジかよ。で、有名な曲がその運命で。すげえ、本当は。それを運命に変えてんの。頼むよ、ボケ説明させないでくれよ。オリジナルですね。どうだよ。じゃあ最後打ちとこうか。最後いただきます。はい、うまそう。うん、ニンニクめっちゃ効いてます。いや、やってみて、さっきの。うめどんどん、うめマジで。マジで。うめ。マジで。ナイス。グッジョブ、メン。というわけで、お付き合いいただきありがとうございました。さよなら。いただきます。